7月4日第34回救世軍オンライン祈祷会。聖書テモテへの手紙2:1-7。神は臆病の霊ではなく力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのです。イエス・キリストは十字架で死んでよみがえられたときに、神の霊、聖霊が与えられると約束されました。聖霊は待ち望むすべての人に下り、キリストの証人とします。キリストが十字架にかかられるとき、逃げてしまった弟子たちは、聖霊が下ったとき、人の視線に臆することなく、大胆に福音を語るキリストの証人となり、印と不思議を行いました。神の霊は臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊です。聖霊が下るとき、人の視線を気にする臆病な人間ではなくなり、神の力によって大胆にキリストを証しするものとなります。本気で周りの人を愛する神の愛と、思慮分別を与えられます。神のくださる聖霊に満たされるよう祈りましょう。祈りましょう。1. お互いに祈り合い、信仰に固く立って歩めますように。2. 新型コロナウイルス流行が一刻も早く収束しますように。3. 招待や教会の集会が安全に守られますように。天の父なる神様、神様が圧倒的な力の霊を与えてくださることをありがとうございます。力と愛と思慮分別の霊が与えられて、毎日の生活を続けることができるように力を与えてください。あなたが今も生きて働いておられることを感謝し、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。